平野翔×ウンディー、透明になりたいコラボが衝撃。天才シンガーソングライターが語る、正直なめていたの真相とは、正直なめていた発言の真相に迫る。ウンディーさんと平野翔さんのコラボレーションは、まさに音楽界における新たな風を感じさせる出来事です。彼らの共演は、ファンだけでなく音楽愛好家にとっても非常に注目すべきものであり、特にウンディーさんが平野さんを、 正直なめていたと語るまでの流れにはさまざまな驚きと感動が詰まっています。ウンディーさんのコメントには平野さんの歌唱力に対する率直な驚きとリスペクトが垣間見え彼自身がレコーディングを通じて平野さんの持つポテンシャルに気づかされていったことが感じられます。特にウンディーさんがあえて難しくしたという楽曲に対して平野さんが右肩上がりに成長していった姿には。 音楽的なセンスや努力力が裏打ちされた実力を垣間見ることができますこの曲「透明になりたい」においては平野さんの歌声が持つ独特の表情や感情表現が際立っておりその切なさや儚さが楽曲の世界観に深く溶け込んでいることが一つの魅力となっていますウンディさんが難しいと評した部分がどこにあるのかその具体的な要素は聞く人それぞれに委ねられていますが一つ確かなのは 平野さんの歌声が楽曲全体をを引き立ててリスナーに新たな感動を与えいいるという点ですウンリーさんの楽曲は、これまでにもその複雑な構造や独特のサウンドで多くの人々を魅了してきましたが、今回の「透明になりたい」では、その中に平野さんの声が加わることで、また一つ新しい次元が生み出されました。平野さんの書ソロ曲でありながら、この曲は彼が持つ多面的な魅力を最大限に引き出しているといえます。 低音の高速ラップから高音の繊細な表現に至るまで、まるで異なる歌手のように声色を使い分けるその姿勢は、まさにプロフェッショナルな歌手の領域に達しています。多くの人が、平野翔の新しい一面を見た、と語るように、彼は単なるアイドルではなく、一人のアーティストとしての存在感を確立しつつあります。特にウンディーさんのサウンドとの融合は、平野さんの声に新たな表現力を与え、 楽曲全体に奥行きと深みをもたらしています。また、ウンディさんがコーラスで参加していることも、この楽曲において大きな要素となっています。平野さんがその声で奏でる感情と、ウンディさんの持つ独特な音楽センスが絡み合い、それが聴き手にとって忘れられない一曲となっているのは間違いありません。そしてこのコラボレーションは、ただ単に一回限りのものではなく、 これからの音楽シーンにおいて新たな可能性を示唆するものでもあります解説を通じて多くのファンが感じたことの一つに平野さんの持つ人間味やその裏側の感情表現がありますこれまでの彼のイメージとは異なり今回の楽曲ではどこか脆さや儚さを感じさせる部分が垣間見えそれが楽曲のテーマやメロディーと相まってより一層深い共感を生んでいるのです 次のバス停は来ないというフレーズに代表されるように、楽曲には切なさや無力感といった感情が込められており、その表現力はまさに平野さんの新たな魅力を引き出しています。また、この楽曲が90年代初頭の渋谷系ポップスの系統を踏襲しているという指摘も非常に興味深いです。ウンディーさんの音楽は、現代的な要素を取り入れつつもどこか懐かしさを感じさせる部分があり、 その中で平野さんが新しい感性を持ち込んだことで今までにない新鮮なサウンドが生まれています。音程の安定性や声のコントロールなどテクニック的な難しさを超えて彼がこの楽曲に対して真摯に向き合い自分自身の感情を歌声に乗せていることが聴く人々の心に深く響いているのです。「透明になりたいは」は単なるポップソングではなく言葉の持つ曖昧さや感情の深さを表現した。 まるでで一つのの物語のような楽曲ですウンディーさんの独創的なサウンドメイクと、平野さんの表現力が融合することで、この曲は一度聴いたら忘れられない独特の雰囲気を持っています。そして、この曲を通して、彼らが描こうとした世界観が、聴き手それぞれの中でさまざまな形で再構築される、そのプロセス自体が音楽の持つ力を改めて感じさせます。この楽曲を通して、 平野さんは自身の表現力をさらに広げることができ、ファーストソロ曲としてこれ以上ないデビューを飾ったといえるでしょう。ウンディーさんが、舐めていたと言ったのは、決して軽視していたという意味ではなく、平野さんが持つ可能性を知らなかっただけなのかもしれません。結果的に、その言葉は最大の賛辞であり、二人の出会いが生み出した奇跡の一曲であることを証明しています。また、多くのファンが指摘しているように、 平野さんの歌声は4分43秒という楽曲の長さを全く感じさせない、むしろもっと聴いていたいと思わせる力を持っています。彼の歌唱表現力は、ウンディーさんが意図的に作り上げた難解な楽曲の中で、自由に羽ばたいているようにさえ感じられます。ウンディーさんの「透明になりたい」のメロディーはスローでありながらも、その中に刻まれる感情の機微や奥深さは、平野さんの声によってさらに引き立てられ、 きき手を飽きさせることがありませんこの楽曲がアルバムの中の一曲として収まるにはあまりにももったいないほど完成度の高い作品となっています。そしてこの曲をきっかけにウンリーさんを知った人も多いことでしょう。彼の楽曲制作に対する情熱や独自のスタイルは今後ますます注目を集めるに違いありません。透明になりたいはウンリーさんとヘイヤさんという2人のアーティストが出会い、 互いに刺激を与え合いながら生み出した作品ですその過程にはきっと数え切れないほどの試行錯誤や努力があったことでしょうしかしその結果生まれたこの楽曲は彼らの努力を超えたところで聴き手にとって忘れられない一つの経験を提供してくれていますこの曲はただ聴くだけでなくその背後にある物語や感情そしてアーティストたちの思いに思いを馳せることで さらに深いい感動を味わえる作品となっていますこの先、彼らの活動がどのように展開されていくのか、非常に楽しみです。ウンディーさんの解説を通じて、平野翔さんの新たな魅力を発見できたこと、そして彼らの楽曲が持つ深さや奥行きを感じ取ることができたことは、音楽ファンにとって非常に貴重な経験でした。これからも彼らの音楽が、 私たちに新たな驚きと感動をもたらしてくれることを心から期待しています。平野翔さんとオンリーさんの共演は、まさに音楽の新しい地平を切り開くものとなっています。2人の融合が生み出した、透明になりたいという楽曲は、その完成度と感情の深さにおいて、単なるエンターテインメントの枠を超えたアートとして評価されています。この曲が聴くものに強い印象を与える理由の一つには、 やはり平野さんのボーカル表現力が挙げられるでしょう。彼の歌声は、時に儚く、時に力強く、まるで歌詞に描かれた物語そのものを生きているかのようです。特に、楽曲全体に散りばめられたメロディーの起伏やリズムの変化に対して、平野さんは見事にその声でいられています。これまでの彼の活動の中で培われてきた歌唱技術が、この一曲に凝縮されていると言っても過言ではありません。 ウンディさんのサウンドが、平野さんの声を最大限に引き立てるようにデザインされているため、聴き手はその一瞬一瞬に心を奪われるのです。低音から高音へのスムーズな移行や、ラップパートでのリズミカルなフロー、そしてささやくような繊細な歌声まで、多彩な表現が一曲の中で堪能できるのは、まさにアーティストとしての幅広いスキルがあってこそでしょう。さらにウンディさんの音楽プロデュース力にも触れずにはいられません。 彼はこれまでにも様々なジャンルを自在に操り、独自の音楽スタイルを築いてきましたが、今回の楽曲制作では、平野さんの個性を生かすためにどこか挑戦的なアプローチをとっています。インスタライブで語られた、正直舐めていたという言葉は、それだけウンディさん自身が平野さんの持つ可能性を予想以上に感じた瞬間だったのでしょう。その驚きと尊敬が、楽曲の細部にまで反映されていることは、 曲を聴き込むほどに感じられるはずですファンの間で新たな平野賞の一面を見たと絶賛されるのは彼のボーカルが単に上手いというだけでなくその表現力が楽曲に生命を吹き込んでいるからです。ウンディーさんが意図した難易度の高いメロディーラインやリズムテンポの変化に対して平野さんは全身全霊でいられておりそれが聴く人々の心を揺さぶるのです。このコラボレーションによって 彼自身もアーティストとしての可能性を広げ、音楽的な成長を遂げたことは間違いありません。また、この楽曲はただの音楽ではなく、一つのドラマや映画のような感覚で捉えることができる点も魅力的です。歌詞の中に描かれる情景や感情、そしてそれを表現する歌声は、リスナーそれぞれの心の中に独自の映像を浮かび上がらせます。言葉だけでなく、その背後にある、 透明になりたいという切実な願いや、次のバス停が来ないという喪失感、そしてあわよくばという微妙な感情に対するリアリティは、私たちの心に深く刻まれます。平野さんとウンリーさんという二人のアーティストが、全く異なるバックグラウンドを持ちながらも、音楽を通じてここまで深く共鳴し合う姿は、これからの音楽シーンにおいても非常に重要な意味を持っています。彼らの出会いが生んだこの一曲は、 単なる偶然ではなく、必然的なものだったようにも思えます。そして、それは平野さんがこれまでに歩んできた道のりと、ウンディーさんが積み上げてきた音楽キャリアが交差したからこそ生まれた奇跡なのかもしれません。多くのファンが楽しみにしているように、今後この曲がライブでどのように表現されるのか、またその瞬間に彼がどのような表情で歌うのか、非常に期待が高まります。きっと、 ライブではさらに新たな解釈や感動が生まれることでしょうそれはまるで楽曲が生きているかのように彼らのパフォーマンスによって進化し続けていくに違いありません